皆さんこんにちは、お手玉です。今日は私が普段使っている作業スペースと画材の紹介をしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。こちらが作業スペースです。デスクライトはアングルポイズ、机は楽天、椅子はハンマーミラーで購入しました。スケッチブックはモンバルキャンソンウォーターカラーを使っています。コピックでイラストを描き始めた際に、私はコピックと相性のいいスケッチブックがどれかよく知りませんでした。なのでこれは完全に見た目でジャケ買いしたんですけれども、使ってみたらすごく良かったです。紙が少し厚めでしっかりしていて、インクを程よく吸ってくれます。なのであまり大きくにじんだりはしないように思います。ただもしかしたらその分わずかにインクの消耗が早くなってしまうかもしれません。色を重ねていくうちにどうしても後ろににじんできてしまうので、私はこのような下敷きを使っています。素材はビニールのような感じで、このように柔らかいです。こちらは Amazon で購入しました。こちらはすごく有名なスケッチブックですよね。はい、汚いですね。このマルマンのスケッチブックは試し書きや構造を考えたりだとかメモに使用しています。すごく品質がいいのにとっても安価なので重宝しています。ただ紙に厚みがないためコピックを塗った時にすごく透けてしまいます。私が紙の厚さにこだわる理由は、薄い紙だとコピックを塗った瞬間グレーがかって見えてしまい、インクの本来の色が見えなくなってしまうからです。なので塗った瞬間そのインクの色がわかる厚手の紙が好みです。次はコピックマルチライナーです。一番よく使うのはこのセピアです。太さは 0.05、 0.1、 0.3 です。セピアはどんな色とも相性がいいので、迷ったらセピアがおすすめです。こちらはコバルトです。太さはセピアと同じ 0.05、 0.1、 0.3 です。ラベンダーの 0.05、 0.3、 ワインの 0.05、 0.3、 オリーブの 0.05、 0.3、 ピンクの 0.05、 ウォームグレーの 0.05、0.05 から試し書きしていきます。ちなみに私はセピアの中で一番よく使っているのは 0.1 です。次に 0.05、 その次に 0.3 を使っています。 0.05 は細かい部分、まつげや髪の毛などによく使います。 0.1 は輪郭などメインとなる部分によく使います。0.3 は輪郭を太くなぞるときや手前側にあるものを描くとき、もしくは大きな紙に描くとき、ちびキャラのようなイラストを描くときに向いていると思います。次にシャープペンはこちらを使っています。ユニのアルファゲル 0.5、 こちらは水色の芯を入れて使っています。当たりを取ったり軽く下書きができて便利です。同じくユニのアルファゲル 0.5、 こちらは普通の芯を入れて使っています。字を書くときやざっくりとしたラフまでの過程でよく使います。どちらも振ると芯が出る機能がついています。テクト 2way ライト 0.3、 これも振ると出てくる機能付きなんですが、このノックの方も軽くてすごく使いやすいです。こちらは何人かの視聴者さんが教えてくれて買ってみました。教えていただきありがとうございます。私は下書きにはこれか次に紹介するシャーペンを使っています。オレンズ 0.2、 0.2 は多分一番細い芯だと思います。小さい絵やとても細かい部分を描くのにおすすめです。芯を出さずに描く構造なので、人によっては慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。すべての芯で試し書きをしてみたいと思います。
シャーペンの芯はこちらを使っています。このユニの水色写真は廃盤になってしまったので、これを使い終わったら新しいモデルの方を使おうと思っています。私はシャーペンの芯は特にこだわりがないんですが、この 0.2 だけはペンテルからしか出ていないと思われます。絵を描くときは芯は柔らかい方が描きやすいので、すべて B を使っています。お次は消しゴムです。まずこれはステッドラーの練り消しです。これすごく柔らかくて使いやすいです。ペン入れをする際に下書きの線が濃くて、どこをペン入れし終わったか見づらくなってしまうんですね。なので練り消しをコロコロして下書きを薄くして、ペン入れをしやすくします。こちらがメインで使っている消しゴムです。黒用のリサーレ、軽く消せておすすめです。最近はもうこればかり買っています。サクラクレパスのピュアスリム、これは細かい部分を消すのに使っています。こちらも綺麗に消せるのでおすすめです。ただ長細いので力を入れて使っているとグニッと曲がってしまったりします。あと素材が半透明みたいなタイプなので、ボロッと崩れたりすることがあります。でも綺麗に消えるので使っています。こちらがアクセントに使っているペンです。このシルバーとゴールドのペンがシグノの太字です。サラサの金 1.0、 パイロットのジュースペイント極細、こちらも試し書きしていきます。同じゴールドなんですが、シグノの方がより黄色みが強いゴールドだと思います。サラサの方は少しシルバーが混ざった感じのゴールドです。ジュースペイントはインクが結構ドバッと出るので、細かい部分に使うのは難しいかもしれません。続いてホワイトです。シグノの太字、シグノの細字、クレタケの白い筆ペン、ドクターマーチンのペンホワイト、ホワイトも試し書きしていきます。私は手軽なのでシグノの太字と細字をよく使います。筆ペンは大きい面積を塗るときにいいと思います。ペンホワイトは付けペンにつけて使います。ペン先はかぶるペンを使用しています。髪の毛などのとても細いハイライトや強弱をつけた線を描きたいときはこれを使います。こちらは卓上クリーナーです。後ろが掃除機のようになっていて、消しゴムのカスをきれいに掃除できます。手で払いきれない小さな消しカスもこれできれいにできて便利です。こちらはドクターマーチンのカラーインクです。絵の具と同じように水と混ぜて使います。私はまだ全然使いこなせていなくて、色の作り方がすごく下手なんですが、とても発色が良くてパッとしたイラストになると思います。そして何よりこのカラーインクはボトルの見た目が本当に綺麗ですよね。そのまま部屋に飾りたいぐらい素敵なデザインだと思います。試しに使ってみたいと思います。これもう本当にごく少量ですごく発色が綺麗なんですよ。もうこんなもんで大丈夫なんです。多分このボトル一生使い切れないです。まず淡く塗ってみます。もっともっと濃く色を出したい場合は水を少なめにして塗ります。コピックだと広い面積を塗るときにどうしてもムラになりがちなのに対し、カラーインクは柔らかくふわーんと発色よく広がってくれるので、そういったムラにはなりにくいのかなと思います。水彩との違いはティッシュオフしても消えないんですよ。多少薄くはなるんですけど、発色が良すぎて基本的には消えません。なのでインク飛ばしちゃったってなった時に対処ができないんですかね。
ちょっと詳しい方いらっしゃったら、よろしかったら教えてください。こちらがおなじみのコピックです。コピックにはいくつか種類があり、コピックスケッチとコピックジャオ、私は持っていないのですが、コピッククラシック、コピックワイドというのがあります。コピックスケッチとコピックジャオは入っているインクもブラシも全く同じです。容量を少なく安い価格に抑えた商品なので、初心者さんや試しに使ってみたい色などはチャオで購入するのがおすすめです。試し書きしていきます。ミディアムブロード、ミディアムブロード縦、スーパーブラシ、こちらが一番メインで使っているブラシです。コメントで、はみ出さないように塗るコツはありますかとご質問をいただくことがあるんですが、まず私ガンガンはみ出してますはい、で顔などのパーツは重要なので、なるべく気をつけて丁寧に描くようにしているんですけれども、はみ出してますね、いっぱい。あと髪を変えてみるのも一つの提案です。私が持っている中だと、マルマンのスケッチブックはインクが横に広がりやすいので、より注意が必要になります。このように線ギリギリのところを塗ってしまうと、勝手にインクが広がりはみ出していってしまうので、それを想定して隙間を空けて塗るといいと思います。で、慣れてる方でしたらこんな感じでスッスッと塗っていくやり方もありだと思います。素早く塗ることで紙にインクがたくさん染み込まないので、横に広がっていきません。こちらはバリオスインクです。0番のカラーレスブレンダー、こちらはよく使う色のバリオスインクを買ってみました。こちら側にはデジタルの機材が置いてあります。この液晶タブレットはシンティックプロ24です。キーボードは両面テープでくっついています。こちらはレーザーの左手デバイスです。ショートカットキーを設定して使っています。これはもともとこの液晶タブレットについていたショートカットデバイスなんですが、私はあまり使っていません。こちらのレーザーの方をよく使っています。最近はコピックでイラストを描くことが多いので、あまり使っていないんですが、もともとはデジタルでイラストを描くことが多かったです。今でもコピックの配色を決めるときにとても役に立っています。これで画材の紹介は以上になります。画材を購入する際の参考になったら嬉しいです。よろしければ高評価、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ここまで見ていただきありがとうございました。